リボンサイクルオン。はい、おはようございます。今日はここはどこですか？今日はこんなとこに登るとかあるんですか？そうですね、なんか調べていて偶然見つけたんですけど、はい、ここから生駒の方に行くと、逗子谷っていう超激坂があるみたいで。逗子谷？はい、ちょっとスペックの名も全然わからないんですけど、暗がり峠の日本に来たぐらいなので。あ、近いもんね。そうですね、ちょっとまあ簡単では登れないだろうなと思ってます。なるほど。一応長さはね、調べてると 1.9 キロないぐらいなんで、はいはい。ただまああの嫌いな輪っかが、あ、輪っか出てくるの？出てくるらしいんで、シャドウとか全く分からへんね。そうですね、全然あの調べても出てこないんで。なるほど。登ってみて再開しようかなと思います。わかりました。はい、はい、じゃあ行ってみましょうか。行きます。先に行ってしまいました。はい、今回はビビりに行ってインナーからのスタートになります。どんな坂が待ち受けているのか。優しくはないさそうですね。そうですね、今 4% 5% ぐらいですけども、ここからクッと上がりますね。道幅が結構狭いから気をつけないと。ちょこちょこね、車も通るんで。もうすでに、そうですね、安全第一で。なんかカクカクッと上がっていくな。そうですね、もうインナートップです。インナートップ、自動車は通り抜けできません。おー、来た。13、4%。おここからちょっと見た目でも分かるぐらい長いかこれは。どう、降りてる。あ、しんどいな、これ。また道の全貌が分からんから。ウッドタイプのやつ。え？出てます。冷え。嘘。はあ。はあ。はい。いや、これは少ねえ。18。まだ輪っか出てきてないんですよ。16%ですね。位置が合ってるのか。ちょっと緩んでるって言ってる。どこ？やばい。いや、ここは。お、何で出た？綺麗。よく。ゴールはまだかい？さっきやるのきれいな。終わらんね。どれがグレーチング？たたんと無理。
いしょ。え、スーちゃんいる？スーちゃんいるの？ふぅ、できた。お、よし、山の方まで行った。はぁ、はぁ、はぁ、時速4キロ。無理かもしれないとか言ってみながら頑張ろうとか。よし、休憩ポイント。あら、バグるの。16%、18%、その辺が続く。OK。無理はしない。左。うわ、どうした？はぁ、あ、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 ゴール。あ、勝手にゴール決めます。これは判定。判定、一回止まる。え、わー、すごい。うん。うわ。無理だ。はあ、胸の足つき。ここからは登山。登山動画になります。これも早送りでいきましょうね。これここ見どころここでゴール。いや、これはきつすぎるって。おすすめしないで。ガクガ降りたから辛かった。これ E バイクがいるね。この辺で終わりかな。あ、自然表面がありますね。この先もなんか森が続いていく。ゴー。はあ、はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。めっちゃきつかったやん、ここ。足についちゃいましたね。俺はついてへんけど。先にフェードアウトしたよ。フェードアウトしてた。輪っか出てきてからちょっときつかったから、あんまりおすすめできないですね。うん、ちょっとね、怖いです、本当に。これは自主下にの水車橋。登ってる途中に見えるところですよね、ここね。そうですね。はい、ぐらいまで。昔この辺ですごい水車がいっぱいあったらしくて、交通車が見えます。まあ、ただちょっと私有地なんで、ここは入れないようにしないといけないかなと思うんですけど。パハード4.5 じゃなくて 4.5 ですか。 4.5 ですね。あの5はちょっとまだ暗がりちょっといてるんで。なるほど、 4.5 です。特に後半だけで言うと5ですね。うん、はい、ちょっと輪っかのところはもう危ないから、うん、行かない方がいいかもしれない。ここはね、あんまり昼くらいに来るとこじゃないですね。ハイキングで撮ってください。じゃあ紹介しないでください。だからみんな登ってないんだなっていうのが分かりました。はい、はい、すみません。はい、じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。はい、大阪が一望できます。あ、しんどい。